めっちゃ嫌そうな顔してるけど大丈夫そう、うん、どこ行くんですか今から。ガンガン目ね相変わらず悪くて、ね、今年もあの学校から眼科に行ってくださいっていう紙が来ちゃったので今年も行きます。で去年はね志保ちゃんも行ったんだけど、なんかね今年志保ちゃんには来なかったの。なんかちょっと視力上がったっぽくて、リミもちょっと視力リミもね前回よりはちょっとは上がってるんだけど、それでもまだ足りないから検査してくださいってことだね。大丈夫かな。でもこの夏休みでさ、だいぶさゲームのさ進みが激しくてさ、ちょっとまた目いっぱい使ったっぽいじゃん。その影響が出てなきゃいいよね。ね、とりあえず今は本当に片方の目が悪くて、片方の目はいいんだよ。だからその片方の良い目がそのままずっと保っててくれてたらいいんだけどね、そっちが落ち始めちゃったらもうメガネまっしぐらじゃん、ね、どっちだっけ、どっちだったっけな、ここに書いてあって、右目がいいんだ。右目は 1.0 以上だから前回 1.2 あったんだよね右目は。でも左目が前回は 0.6 以下だったの。でも今回は 0.7 から 0.9 の間にちょっとなんか前回よりかは上がってるっぽいんだよね。そうプリントに書いてあるんだけど、そうだからこの右目の 1.0 以上っていう視力が落ちてないことを願おうね。果たしてどういう結果になるかドキドキだね。ちょっと眼科に行く前はいつもドキドキですね。はい、じゃあ頑張ろうね。ちょっと眼科大変だけど検査とかいっぱいしなきゃいけないしね。じゃあ行くぞ。あはい、帰ってまいりました。長かったね。1時間半ぐらいかかったね。忘れられてるかと思ったよね途中ね、うん、はい、ということで結果はギリセーフ。ギリセーフでございます。おめでとうございます。はい、右目がね去年と一緒で 1.2 ありましたね。で、左目は 0.4 だそうです。多分ね、去年もそれぐらいだったと思うから、去年とあんま変わってない感じかな。で、両目で見る分には全然 1.2 見えてるから、もう全く問題今んとこないんだけど、ちょっと右目にも近視が出かかっていて、まあ、悪くはなってきてる。近視って何？近視とは、ってここに出てる。来年もね多分引っかかると思うから、その時にねまた右目が落ちてきちゃうとメガネかもっていうお話でした。やっぱり先生がね、とりあえず今のままでキープできてれば、まあ、両目で 1.2 見えてて、あまりこうガチャ目だけど均等に一応見えてるらしいのでね、今のところセーフということでよかったね。メガネになったら大変だからね、やっぱね。あったね。なのでこれからも目を大事にしましょうね。はい。はい。ということで。バイバイ。早いよ。早いよ。じゃあもっと笑顔でバイバイしてください。バイバイ。